皆さんこんにちは。京都工科高校の脇田結衣と本庄美優です。こちらは本校のキャラクターひかりちゃんとはなちゃんです。これから学校及び茶道部の部活紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。私たちの学校は京都市右京区にある中高一貫の女子校で、今年創立80周年を迎えました。こちらの写真は最寄り駅である阪急西京極駅に近い南門です。今年の7月17日にこの南門と周囲の石垣が国の登録有形文化財建造物として登録されました。昭和16年に校舎とともに建設された当時は正門として使われていたこの門は、戦時中に一度鉄皮を供出しましたが、柱は今も建設当時のままです。五条通りの開通に伴い正門は五条通り側に移されましたが、南門として現在でも小学校の児童や中学校、高等学校の生徒が利用しています。茶道部の活動場所は茶室清楽軒です。この茶室は10年前に建設された学園の中で一番新しい建物の1階にあり、清楽軒という名前は千宗室を家元に命名していただきました。この広さの和室が写真右側にもう一つあるので、大人数で活動する際にも襖を取り払うことにより密を避けてお稽古をすることができます。ここからは茶道部の活動を紹介させていただきます。部活内では新入生歓迎茶会や卒業茶会、炉開きや初釜をはじめ季節の茶会を行っています。校内での活動は文化祭での茶席やオープンキャンパスにいらっしゃったお客様への定茶、小学生・中学生対象の茶道体験です。校外では夏の上賀茂神社アートプロジェクト内で開かれる茶会のスタッフとして参加したり、桜の季節には京都府庁旧本館で開催される観音祭にてお花見茶会を開いたりしています。昨年の近畿高等学校総合文化祭には京都府代表として出場しました。また京都府での開催でしたので運営スタッフとしても参加しました。今年は文化祭も中止となり、郊外でのお茶会の予定も立ちませんが、いつでもお茶会ができるように日々のお稽古に励んでいます。これで京都工科高校茶道部の紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。